はい、hey, どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回もですね、面白そうなフリーホラーゲームがあったので、実況プレイしていこうと思います。今回のゲームはですね、愛者の子守歌ということで、こちらのフリーホラーゲームはですね、2D の、えー、フリーホラーとなっております。こちらの作品はなんかね、短編なんですけど、心に残る作品ということで、面白そうだったのでやっていこうと思います。バージョン1.00ということで、なんかこういうフリーゲームとかのバージョンって、めっちゃ刻むよね。1.23とか1.35とかね、 あれなんか決まりあるんですかね <laughs> ということで、やっていきましょう。ニューゲーム。よーし。なんかテレビの砂嵐みたいな。ここから出られたらどんなに素敵だろう。お兄ちゃんに会えたらどんなに素敵だろう。おう。ここから出られたら捕まってるのかなんだなんだ。お兄ちゃんに会えたらブラコンですかねなにあ、かわいい。女の子がいるけど、動ける動けない。なんだろう。 動けない。あ、動い、あ、動いた。あ、待って。あ、なるほど。左右移動しかできないんで、これ。なるほど。僕以外のところは真っ暗闇ですね。なるほど。僕が光が放っていると。まさに素晴らしい。僕にぴったしのゲームです。ぐやっていきましょう。えーと、まず、持ち物。なんもない。えーと、資料。なんもない。セーブしましょう。倉庫っていうのは何なんでしょうか。あ、倉庫っていうのは場所ですね、これ。倉庫 B。では、入ります。どう、開かないえ、積んだ。 終わりました、このゲーム。ありがとうございました、本当に。えマジで短編すぎないえ、待って。開かない。え、開かないんだけど。はえ、どうしたらいいんだろうこっち行けないもんね。あ、なんかある。日記、私の日記さのテーマなんで私の日記そのとこに貼られてんのもうさらされてんの俺。また戦争が始まるなんて信じられないです。戦争。お兄ちゃんがまだ戻ってきません。外にいるのは危ないのに。2003年1月10日。 お兄ちゃん…どうしたんだ戦争に行ったのかあれ開く開かないえどういうことまたドアをこうやってやってれば何かが変わるか変わんないぞ何も増えないし右にも行けないえどういうこと謎が深いですね私の日記だけじゃないでしょえじゃ壁ドン壁ドンというかしまくるかどんどん開けますか開けますか うん、だいぶ不審者ですね、俺。待って、どうしよう。おえ何開いたあ誰か開けたのえ、いって、いって、いいのかななんか罠な気もするけど。行くしかない。あ、またマンションかなこれ。ドア開かない。あ、暗闇に入っった。あー、なるほどずっとなんかマンション、エレベーター動いていない。マンションの部屋ですね。B3 と書いてあります。 こっちは、いけない。ドアにダイヤル状がついている。暗証番号が分からないときそうになる。なるほどね、そういうパターンね。電気室と書いてある。おぉ、今後来そうですね。電気室の電気を入れると明るくなるみたいな感じかな。お、なんだこれ。板が打ち付けられていて通れない。怪しすぎないかドアがない。なるほど。こっちはエレベーターは動かないよね。入ると。待てこういうとこ見落としてない俺は。 エレベーターの制御盤来たあ、また南京錠パターンか。なるほど。数字をどっかで集めてこないといけないってわけね。ロッカー室。お全部ある。あ、なんか光ってる。懐中電灯来たいいね。つかないんか。あ、ついた。よかった。電池切れじゃなくてよかった。明る。うおぉお前マジビビらすんだよ。マジビビらさないで。あ、ロッカー室開いちゃった。何が来んの入る。わ、俺には懐中電灯という強い味方がいる。いけ。 あ兄の日記一応ね寝たあお兄ちゃんお兄ちゃんも日記書いてたんだ今日からこの廃墟に住むことに決めたどの部屋も汚れているけど壁に穴はないしドアも鍵も壊れていない愛者が一人で留守番をしていても大丈夫だ2002年5月11日戦争は終わったけど治安はまだ悪いままだ強盗や殺人も珍しくない今まで住んでいた場所はボロボロだったからいつも不安で仕方なかった お愛しちゃってのはやっぱこの女の子のことですね。作業服入っている。何も入っていない。タオルが入っている。うん、作業服のポケットに何か入っている。おっ倉庫 A の鍵を取り入れた。やった何も入っていない。タオルが入っていると怪しくないなんか。これ。なんかタオルを燃やしてなんか暖を取るみたいな感じかな。汗を拭くのかな関係ないか。 ちゃんと見てくればよあ、はった、ここだ。やった。奇跡が起きた。開けろ。お邪魔します。うん、狭倉庫へ狭はっ。5058。おー、なんか怪しいじ数字書いてあるけど、多分なんか意味ないんだろうな、多分五5058から。多分意味ないんで、意味ある、絶対あるー。100パー。お兄ちゃん帰ってきた。ただいま愛車、愛ちゃん。お兄ちゃんごめん、帰ってくるのが遅くなって。あー、大丈夫だよ。楽しかったよ。 なんで電気しえいない。なんで変なこ行ったの幻覚見てた今。どういうことえ、待って今ので数字忘れたじゃん !5058 だっけえ、待って怖い !5058 だっけ今の作戦かそういう。あー、いたよかったよかったー。なんだこの部屋。埃こだらけのポリタンク。細い鎖でパイプに繋がれている。おー、ポリタンクか。 発電設備と書いてきたああいいねスイッチをしても反応がないなるほど壁に破れた紙が貼ってある発電がそう作動しない場合は灯油の補給倉庫 A のそれでも作動しな何々は何々連絡誤った何々は事故の可能性ありみたいな感じかなまあ、倉庫 A になんか持ってけみたいな感じあこれどこに続いてんの作業室と書いてあるなんか別のとこ来たのまたドア開かないこっちは え、なんで板を打ち付けられてるんだろう中に何があるんだろうこれは掲示板に張り紙が貼ってある。治安の悪化などによりゲーム実況が困難になる。2001年1月19日をもって YouTube を閉鎖し、あ、ちょ、やばい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 こと書いてあった。今、今やばい、やばいこと書いちゃったね。そんなことないですからね。管理室と書いてる。なるほど。なんかある。なんか光ってるパソコンがある 行きたい、YouTube。え水の音がする。YouTube できるとゲーム実況投稿して、パソコン電源入らない。電気来てないのだ。これもう発狂レベルだわ。作業室の鍵、あ、やったこっちはあー、水が溜まってて下に降りられないと。お、水を抜く作業も必要になりそうですね。待って、なんか書いてなかった、今文字。あ、気のせいあ、気のせいだ。なんか、あの、奥にある換気扇がなんか数字に見えた。やばい。一番俺がホラーかもしんない。作業室、さっきあってここ ここだよ,よしやった何があるあ、花がある。花綺麗だぞ。本はボロボロになった小説がある。小説。現実と空想の区別がつかなくなった。だからあの人は帰ってこないんだろう。悪い想像ばかりが頭に浮かぶ。あの人はすでに死んでるのかもしれない。これお兄ちゃんのことなんじゃないやばい俺めっちゃ推理力今日いいかもしれない。兄の日記2をに入れた。 僕が仕事から帰ってくると、愛者が泣いていることがある。理由を聞いても答えてくれないけど、きっと戦争のことを思い出してしまうんだと思う。いつも悲しそうな顔ばかりで愛者が笑っているのをずっと見ていない。少しずつでも元気になってくれるように、僕が支えてあげないと。なんていいお兄ちゃんなんだ。そりゃブラコンにもなるわ。もう、増加がい,いけどあ、増加なんだ。なるほど。増加。何も入っていない。項がいくつ入ってるおー、いいね。ペンチを手に入れた。なるほど。うお お兄ちゃんお兄ちゃんは一体何なんだいストーカー会なんか書いてあるね。壁に何か書いてある。死体の山、血まみれの街、何度も繰り返す戦争ってことですかね、これは。え、お兄ちゃん。そんな文字書いていかない。これ多分血で書いたでしょ、これ。地下赤の油性マジックだけど、赤の油性マジックだったらなんか雰囲気壊れるから多分血で書いたんだろう。お兄ちゃん怖いよ。ペンチか。 ペンチどこで使うんでしょうね、一体。あペンチを使って鎖を切った。ああ、ペンチで鎖切れるんだ。へえ、女の子でも簡単に切れる。ポッキーペンチ、18万ポリタンクを手に入れた。やったぜ。で、ここに入れるみたいな感じあ、倉庫 A か。倉庫 A に持っていくんだ、これ。なるほどな。今日の俺は一味違うぜ。いや、二味、三味は違うぜ。倉庫 A どっちだっけこっちな気がする。 違う,、ね、うーん倉庫 A どこだろう今日の俺は一味違うぜ倉庫 A の場所も分かんないぜちょっと待ってこっちだっけなうわっびっくりした何泣かないでアイシャお兄ちゃんちょっとお兄ちゃんお兄ちゃん優しいのか俺をびっくりさせに来たのか分かんないよ戦争終わってからもう大丈夫お父さんとお母さんはいないけど僕が頑張るから心配しないでえ何今の過去の記憶あ倉庫 A 来た よし。倉庫、えなんか書いてあるね、英語で。まあ、ここに、灯油を持っていくんでしょよしよし。これじゃ人なすとなるほどね。で、この灯油を持って、倉庫 B。この灯油を持って、えー、っと、あのさっきのところに行けば、発電機が作動して、僕はエレベーターに乗ると。でもホラーゲームのエレベーターはマジやばいからなぁ。死亡率38%くらいあるからね、マジで。 さっきからね、カットを対応してるのはね、あの、迷ってんのもあるし、咳がね、ちょっと出るんですよね。だからカットしてます。ごめんなさい。といてことでやっていきましょう。ポリタンクから灯油入れた。よーし、来たぜ。あ、着いた。機械が動き始めたようだ。いいねー。発電機。え、これで終わりエレベーターの制御盤の電源入れるみたいな感じかな。もしかして。えっ、ー、と、2階に1回上がって、2階かどうかわかんないけど、B2 に上がって、ここで入れるみたいな。OK! 完璧 何かを取り付ける場所があるほう何かを取り付ける場所取り付けるものエレベーターの制御盤に俺エレベーターとか詳しくないから分かんないけど何を取り付けるんだろうんーちょっと探索してみるかペンチ万能だろマジで何金城も切ったからねなんで板は切れないのペンチでおっいたお兄ちゃん今何お兄ちゃんが何かヒント出してくえてんのかな エレベーターの制御盤に取り付ける何かが奥にあるってことですか、お兄ちゃん。行くよ、信じるよ。まあ、待って、ちょっと待って。なんか血がついてる。さっき血ついてなかったよね。あ、パソコンもつくようになるのか、それで。と <laughs> ログインしています。えー、これいつの時代のパソコンなんで緑とさ、あのー、普通にこの黒だけなのメール、画像、電力供給、お終了。メールから見るか。来てるかなお、エレベーター。 直してくれたのね。お疲れ様。これから毎日階段を使わないといけないかと思って気が重かったのよ。おー、なんかよくわかんない。会話がしますね。注意。今日も広場でデモがあるそうだ。近くを通るときは気をつけろよ。何かと物騒だからな。おー、デモ。なるほど。えー、なにこれ ?4169736861。これ覚えられないな、絶対。これ、もし暗号とかだったら俺終わるな。 ノイズはまるでこもり歌のように。読めないですね、なんか。暗号化されてるのか、文字化けしてるのかわかんないけど。こもり歌。タイトルは、愛者のこもり歌なんでね、戻る。画像画像が見えるんですかあ、なにこれえ、どんな趣味これなにこれパイプかえ、なんの、どんな趣味なんだろう出口。 うーん。矢印ですね。こ、これを取って、が、あのー、パソコンに保存してある意味はツイッターにあげるのかな電力ック来た照明。エラー。照明無理ですね。換気扇。あ、正常に作動してると。なんかこれ、ファイブライタとフレジーズっぽい。エレベーターエラー。ヒューズ交換か。排水はお、来た排水装置起動。これで水が抜けんのかやったぜ。おー 部屋から水がなくなった。嬉しい。ありがとうございます。まあ、でも、すぐに涙でいっぱいになるけどね。えーと、それだけかな。終了。よし、では行きましょうか。この、この、マジ血何一体。何があったんですかなるほど。行きましょう。B4。また水があるよ。だいぶ足から冷えてんじゃない気をつけろよ。体力奪われたら終わりだからな。またお兄ちゃんがいた。なんかまた文字書いてる。次は何で書いたの 壁に何か書いてある。ケチャップで書いてあるんですかな。涙が追ってくる。どこまで逃げても溺れさせようとして。えあっ赤く染まった何そういう演出いらないんだけど。あ行くなんで一回切ってみたのちょっと。何どうしたのお何えこれバッと切ってるのそれとも電池が切りかけてるみたいな感じえ何ああなくなった 嘘泣いてる。誰誰が泣いてんのえ違う何やんえめっちゃ泣いてんだけど。笑ってるいや、泣いてるな、泣いてる泣いてる泣いてるわ。泣いてたわ。誰もいない。兄の日記んを手に入れた。待って待って、あの、これステレオ、ステレオだからさ、右から泣いてたり左から泣いたりするのやめてくんないアイシャが私も働きたいと言っていたから、 何もしなくて大丈夫だと言っておいた。今の僕の給料だと生活にあまり余裕がないのを不安に思ってるのかもしれない。愛車いいやつだなぁ。愛者にはただ元気になってほしい。何もしなくていいからまた笑ってほしい。愛者が余計なことを心配しなくていいより仕事を増やそうと思う。兄もいい人だなぁ、ほんとに。誰が泣いてるんだ、一体。あ、って、怪獣程度完全に壊れちゃった、これ水につけて。ボツワー、びっくり <laughs> 俺の声でびっくりするよね。ごめん。え、どっちえ、な、な、なにああ壁がなんか真っ赤じゃないいつ泣いてるか笑ってるのかわかんないけど。え、どこまで行っても同じところだ。誰ー誰ですかえ、アイシャじゃない今の。え、来た、来た来た。あお兄ちゃん、愛ャまた泣いてるのあ、アイシャが泣いてたんだ。その何かあったらいつでも行って。 僕にできることがあるだな。何でも。何でもおぉ。あ私の日記2を手に入れた。結構謎が深いですね。でもまあなんか、戦争があってまあなんかお兄ちゃんがいなくなったっていうところくらいかな。今わかるのは。今日も泣いてしまいました。おぉ。これなんか Twitter か、Twitter に投稿したのかな。最近は考えただけでも悲しくなります。泣くとお兄ちゃんが心配するからダメなのに。 お兄ちゃんはすごく優しいです。そうっぽいね。忙しくて大変なのはお兄ちゃんなのに、いつも私のことを心配してくれています。いいお兄ちゃんだ。それなのに、私は泣いてばかりいるだけで。まあ、辛かったもんね。お母さんとお父さんがいなくなって。その気持ちはなんとなくわかるよ。で、どこに行けばいいんだ、一体。ダイヤモンドかな。バールを手に入れた。なに、一気になんかサバイバルゲームになるんじゃないこれでなんか人を殴りに行くみたいな感じバールか。 な何をするんだろう一体。バールを使って。どっかバール使えるとこあった。わかったいけない扉だ、こういうやっぱりバールを使って板を外した。任すとけ、どこでも行けるぞ。こういうとこ行けんのかなあ、無敵じゃん、俺マジで。バールを使って板を外した。強い女の子だぜ本当、ほんとに愛者。B1。だいぶ上がってきましたね。な、な何に え、そんなことが普通に起こるの今、ここに扉あったよね。扉っていうか、奥に絵の階段。こっちだったのか。どういうことあ、え、掲示板だ、さっきの。え、待って、違う追いかけてくるかもしれない。きっとどこまでも追いかけてくる。終わらせるにはこれしかない。そうだ、逃げるだけじゃ終われない。逃げちゃダメだえ、休憩室ここのとこ来たことないな。ドア開かない。あ、ま、さっき来たところだと思ったけど、違った。 たたはずしたえー、どっか入っちゃった。パソコンめっちゃある。なにここ事務室か。なるほど。ここは ?3 年前のカレンダーだ。え ?3 年前から誰もいないってことか。パソコンめっちゃあるな。ログインしてます。あ全部ログインできるのかなえー、じゃあもう見放題ですね。あーマジか。YouTube 全部の画面でなんかいろんな動画見ようと思ったのね。パスワードがわからない使えそうにない。なるほどね。 電源が入らないい壊れているおあ、ここもログイン。いけるかなお来たメール。また文字化けメールが破損しています。無体戦いはすでに始まっている。誰もが加わらなければならない。我々の自由のために。我々の未来のために。おぉ。戦争かニュース。聞いたか、警察署の前で自爆テロだってさ。あの辺りの道はよく使うから不安だよ。うちの娘も学校も近いしな。 これ誰から来たのニュースってタイトルでメール送ってくる友達とかやだななんかんーん画像えお,おかお母さんな何これどことおお,お,お父さんなにこれ画像が荒すぎて見えないこれ何これ鍵だどこの鍵だおお。マリりかあっ何か入ってる休憩室の鍵と寝た なるほど。さっきのとこの鍵か。行きましょう。一番左だけパスワードが必要と。それだけ覚えておきましょう。休憩室こっか。結構なんか近いところにあるんで、嬉しいですね。休憩室の鍵を使ってドアを開けた。オッケー。何があるまあ、休憩室というだけ何もねえじゃねえかいマジで。立って休憩すんの休憩になってないよ。あれの日記4。最近の愛者は笑うどころか、前よりも泣いてることが多くなった。 僕にできる限りのことをしてくれれば少しでも元気になってくれると思ってたけどまだまだ足りないのかもしれないなるほどアイシャが泣いているのを見ると責められているような気持ちになるお前の努力が足りないせいで泣いてるんだそんなことを言われているような気持ちにそんなことないよお兄ちゃんお兄ちゃんよくやってると思うよもし僕がで僕がしていることに意味なんてなくてアイシャはいつまでも泣いてるんだとしたらなるほど日記をずっと読んでいくえ 誰が閉めたのえ、待って、捕まったんだけど。え、何回もやってたら開くパターンドア開かない、ドア開かない。嘘でしょなんであ、で、会長電灯いつまで復活してるな。え、マジでえ、こっちも行けない。え、やっぱね。そう、俺がさっきあの休憩室に椅子がないって言ったから椅子用意してくれたんだ。あ、え、制作者さん、今もリアルタイムで反映してくれてるんですか僕の意思を。え、ありがとうございます。開かないんかい結局。おぉそう、本もね、 本っていうか漫画かな漫画も読みたいって思ってたから、ちょっと進撃の巨人さいあの最新刊読めなかった。開かないんだけど。え、どうしたらいいんだなんかありそう、本棚に。汚れたノートがある。ノート、こもり歌を歌おう。あの子が泣かないように。こもり歌を歌おう。あの子が起きないように。こもり歌。こもり歌なんかありそうですね。本棚のように髪切れが挟まっている。はっ。私たちの代わりに、AI、A… I… sh4 を守ってあげて。なんかすっげえかっこいい人みたいになってるけど、コードネームで呼んでるのかなこれがパスワードか A...I じゃないなこれ。愛 <laughs> って呼んじゃった。ワンだな。a 1sh4。行きましょうか。うわ愛ちゃん、その、お兄ちゃん、登場が怖い。もう泣くのは。いや、なんでもない。気にしないで。気になるじゃん、お兄ちゃん。え パスワードのメモは何回も見れるんですかねえー、っと、資料か。あ、パスワードのメモありますね。a1sh4。OK 行いくよ。えー、っと、パスワード。a、あ、待て。パスワードね。a1sh4。OK。おおー、やったメール。今までありがとう。嘘でしょそんなメール送ってこないで。もう、なんか、タイトルだけで泣けるんだけど、え、涙出てきそう。 仕事を辞めて地元に戻ることにしたよ。最近この辺りは物騒な事件が多すぎて、家族のことを考えたら不安になったんだ。昨日も法、発砲事件があったし、これ以上一言にならないというけど。エレベーターあ、制御盤のヒューズが切れていたので、新しいものを取り替えました。予備のヒューズは地下2階の作業室にある、花瓶の横に置いておきます。ありがとうございます。花瓶の横ですね。 Oh, take a key and look here up, look here. <笑><笑>えなんか鍵が、鍵があるよみたいな感じ鍵を持ってけみたいな感じかななるほどなるほど。わかりません。えー、うん、真っ暗真っ暗です。すごい下手な自撮りかなこれ。多分顔に近づけすぎたんだろうね。皮膚が映ってるよ。終わりです。ということで行きましょう。花瓶だね。 これエレベーターに乗ったらもしかしてクリアかなこのゲーム。そんな気がするぞ。うわぁアイシャー落ち着いて聞いてってお前落ち着けないよ、登場の仕方が。また戦争が始まるかもしんない。マジか。え、どうしたらいいんだじゃあ、ロケットランチャーを買いに行けばいいかえ、ちょ、地下2階行きましょう、ちょっと。なに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 広場で兵士たちが話してたんだ。何を今、敵の軍が街に向かってきてる。え、やばくないえ、どうしたらいいの あ、あった紙。おお、光ってる。さっきなかったよね。私の日記ちょっと見れた。え、鍵じゃないのえ、ヒューズじゃないのお兄ちゃんは仕事から帰ってくると、いつも疲れて悲しそうな顔をしています。そんなお兄ちゃんのことを見ると、私も悲しくなって泣いてしまうことがありますお。お兄ちゃんは私を助けてくれるのに、私はお兄ちゃんに何もしていません。何かしたいのに何をしたらいいのかわからなくて、そんな自分が家で悲しくなります。わあ愛者いい人すぎてもうなんか悲しくなっちゃう。日記の下に何かある。 やったーヒューズゲッツ。何のお兄ちゃんバイトしてるんでしょうね。コンビニとかかなこれ読んだっけあ、読みましたね。じゃあ行きましょう。ヒューズを入れる感じかなえー、どこだっけエレベーターのあのヒューズの、あ、おおまただお兄ちゃん。僕は外の様子を見てくるよ。あー、わっかけわっけかわ,けわけ分かった。結構構まってちゃんなのかな、お兄ちゃん。結構報告してくるね。愛車は先に奥の倉庫に隠れていて。僕もすぐに行くから。奥の倉庫 え、ちょっとよくわかんないけど。あ、さっきの状況か。奥の倉庫に隠れてたな、俺。B の倉庫に。一番最初ってことか。エレベーター最強なんだ。やった、秘密取を付けた。さあ、これで、ね、はえ、なんで開いたのえ、なんか触れてないよね、なも俺。入るか。やった。エレベーターのボタン、何もしない。一回押す。地下三階。あー、なるほどね。え、こんなんも,もちろん。一階ですよね。だって地下もう一階も三階もさっき普通に階段で行けたから、一階だろう、目指すのは。 頼むよ。落ちんだよ。なんか音が怖いぞ。俺一人でこういう暗いレベーターとか絶対乗れないわ。イェーイス。あ、来た一回。地上に近づいてきたぞ。兄の一期ごもを手に入れた。愛師が泣いてるのを見たくない。もう二度と見たくない。父さん、母さんごめんなさい。え、待って、何ごめんなさいって。ええ、なんか今ちょっと察したかもしんない。え、ごめんなさいってそれ。 見たくないってそれはまさかえああっアイシャンあこれ実在してるっぽいぞお兄ちゃんよかったここにいたんだねここにいたよごめん戻ってくるのが遅くなってでももう何も心配しなくて大丈夫だよアイシャん一言もしゃべらないよねああええ出口があるのにえあアイシャも消えたよ マップチップ。あ、え、あ、わ、わ、終わったのかなこれ、終わっ、エンドロールっぽいえー、ということで、ご視聴ありがとうございました。愛車の子守歌でございました。お互いっていうか、もうなんか、どっちも死んでいたっていうことなのかな。お兄ちゃんが、 愛者が泣いてるのを見たくなくて、殺しちゃったってことなのかなうわ。マジか。あ、えあ、え最初これ。あ、なんだあ、あ、入れた最初じゃないなんだ終わったと思ったここからで、いや、これ、これ最初だな。これ最初ですよね。普通に。え違うか 違う何真っ暗なんだけどあということでタイトル画面に戻りました「愛車の子守歌」何か謎ですが <laughs> 謎なものが大きいんだけど何か心に残る。 どんな作品でございまして、いかがでしたでしょうかということで、えー、もしこの動画を楽しんでくれたら、ぜひ高評価ボタンを押してってね。こういった謎なフリーホラーゲームもなかなかいいですね。ということで、えー、ポッキーでした。またこういったフリーホラーゲームやっていきます。ということで、